こんにちは、カズです。はい、今日は、CE の、24SS 第一発目、1月デリバリーアイテム、全14アイテムを紹介させていただきます。はい、まずこちらいきます。商品名、レザーオーバーコートです。はい、税込みで22万円でございます。はい、表地羊革ベジタブルレザーを使用しております。はい、大変、柔らかい、羊の革を使用しております。はい、色もめちゃめちゃいい色です。オレンジみたいな黄色みたいな、色となっております。はい、めっちゃ柔らかいです。はい、で、これが身ごろ裏地は 100% コットン、後で見せます。はい、うん、で、はい、左袖上部にシリコンパッチで、ポケットがついておりまして、絞りのコードもついております。はい、で、この襟をこう立てた時に顎をガードするこのストラップもついてます。はい、で、フードもついておりまして、フードにちゃんとつばもついております。はい、でこれは、フードちゃんと、スナップで取り外し可能となっております。はい、で、前身頃はスナップボタンで一旦開けて、ジッパーで、開閉できます。はい、で裏地が、寝る機毛のコットン地になります。はい、で内ポケットもついておりまして、この縁は、同じ羊革が使用されております。はい、で、グラフィックが入った布パッチが貼られております。はい、で右側にもポケットがついております。はい、はい、でこの袖の部分が、この袖の裏地が、キュプラになっております。はい、で、シルエットはワイドシルエットで、ちゃんと袖口カフスついております。はい、で、ウォッシュ加工が施されております。はい、はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで、L サイズを着用しております。はい、非常に柔らかい羊の革を使用したレザーモッズパーカーになります。はい、はい、フードを外すとステンカラーコートみたいになります。はい、はい、以上。はい、続いてこちらいきます。商品名、ウールボアインナージップジャケットです。はい、税込みで6万3800円となっております。はい、表地 100% コットンのウールボアジップジャケットになります。はい、この
裏地というかこのボアの部分ですね、ボアの部分が 60% ウール、 27% ポリエステル、 11% ナイロン、 2% アンゴラのボア生地となっております。はい、アップします。こんな感じでボア、裏地も全部ボアついてます。はい、で、左袖上部にシリコンパッチがついておりまして、MA1 みたいなポケットもついております。はい、で、はい、両サイドにポケットがついておりまして、この部分はレザーがついております。はい、んで背面、あ、前か。はい、両ショルダーにキャブエンプトの刺繍が入っております。はい、で開閉します。スナップで上下スナップ1個ずつついておりまして、ジッパーで開閉します。よいしょ、わお。そうすると裏地が、ボアになっておりまして、グラフィックが入った布パッチが貼られておりまして、内ポケットがついております。左側だけですね。はい、で、袖の中はキルティング、中綿入りのキルティングになっております。大変凝った仕様となっております。背面は無地になっております。はい、で、シルエットはワイドシルエットで、メイドインジャパンとなっております。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで、L サイズを着用しております。はい、以上です。はい、続いてこちらいきます。商品名、インサレーションジップジャケットです。はい、税込みで 62,700 円となっております。はい、表地、コットン 54%、ナイロン 46% となっております。はい、裏地はナイロン 100% です。はい、シンサーレートの中綿入りの、ジャケットになっております。はい、ラグランスリーブに、左袖上部にシリコンパッチがついております。はい、で、胸に、ポケットですね。はい、ジッパーで開閉できるポケットがついております。はい、で両サイドにも、よいしょ、ジッパーで開閉できるポケットがついております。はい、で先に背面は無地になっております。はい、でこのカラー部分に、隠しフードが入っております。はい、ですね。はい。で中身はナイロン 100% になっておりまして、グラフィックが入った、布パッチが貼られております。はい、で裾にはドロー絞りのドローコードがついております。はい、で、ワイドシルエットのウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。非常に軽いです。ジッパー、ダブルジッパーになってます。
はい、以上。はい、続いてこちらいきます。商品名、オーバーダイツータックパンツのブルーになります。はい、生地はコットン 100% の寝る肝みたいな、つや消しのふわふわっとした素材になっております。はい、コットン 100% なんで普通に洗えます。はい、で汗も吸ってくれます。はい、うん、で一応オールシーズン履ける仕様となっております。はい、で、2タック入っておりまして、ボタンがついておりまして、ジッパーフライで、コインポケット、コンドームポケットがついております。はい、でベルトループがついておりまして、両サイドに、ポケットもついております。はい、で、背面のこの部分にはグラフィックが入った布パッチが、貼られておりまして、左側にはフラップ付きのポケットがついておりまして、右側は普通にこういうポケットがついております。はい、シルエットはこれワイドシルエットかな？ワイドテーパードシルエットになっております。はい、でオーバーダイウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、身長168センチの体重が55キロで M サイズを着用しております。はい、これはもう言うことなしに、かなり綺麗なシルエットで、何にでも合わせやすい形になります。はい、はい、続いてこちらいきます。商品名、オーバーダイコットンカジュアルパンツです。はい、税込みで、36,300 円となっております。はい、生地はコットン 100% で、これも、若干起毛感のある生地となっております。コットン 100% なんで、普通に洗えて、普通に汗も吸ってくれます。はい、でボタンがついておりまして、ジッパーフライで、これが、ワンタックで、両サイドにポケットがついております。はい、で、裾が、これ、1段階折り曲げてある仕様になっております。はい、で、背面に、布パッチが貼られておりまして、フラップ付きのポケットがついております。はい、でこの部分、生地切り替えになっております。はい、で、はい、オーバーダイウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、身長168センチの体重が55キロで M サイズを着用しております。はい、これも、さっきの2タックのタイプよりは、若干細いタイプになります。はい、これも、かなり合わせやすいタイプの、パンツとなっております。はい、以上。はい、続いてこちらいきます。商品名、デグラデーションクルーネックです。税込みで 22,000 円となっております。生地はコットン 100% のスウェット生地となっております。はい、普通にプルオーバーでクルーネックのセットインスリーブです。はい、前身頃、後ろ身頃に大きくグラフィックが入っております。はい、後ろこんな感じです。はい、プリントです。はい、これもプリントです。はい、で、左袖上部にシリコンパッチがついております。はい、で脇下、袖下に、リブの生地切り替えになっております。はい、で裏地はいつものようにパイル、裏毛パイルになっております。はい、ではい、このように、グラフィックが入った、布パッチが貼られております。はい、
で、ワイドシルエットのウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。はい、裏毛パイルなので、非常に気持ちよく着れます。はい、オールシーズン、真夏以外のオールシーズンは、着用可能となっております。はい、続いてこちら、商品名キャブエンプトエンブレムジップフーディです。はい、税込みで 31,900 円となっております。はい、生地はコットン 100% のスウェット生地です。はい、ジップアップのフーディになっております。はい、フーディになっておりますで、コードもついておりまして、前身頃のこれが、フロッキーじゃねえかワッペンみたいな、凹凸感のあるワッペンがついております。キャブエンプトって書いてあります。はい、で、ポケットがついておりまして、左袖上部にシリコンパッチがついております。はい、で、袖下脇下リブの生地切り替えとなっております。はい、で、背面はジグラットのリフレクタープリントが入っております。はい、で、裏地が、裏毛パイルになっております。はい、で、グラフィックが入った布パッチが貼られております。はい、で、シルエットはワイドシルエットのウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。前止めます。はい、以上。はい、続いてこちらいきます。商品名コンフュージョンヘビーフーディーです。はい。税込みで 28,600 円となっております。はい、生地はコットン 100% のスウェット生地のプルオーバーのフーディーになります。はい、で、前身ごろに大きくグラフィックプリントが入っております。はい、で、左袖上部にシリコンパッチがついておりまして、カンガルーポケットがついております。はい、で、袖下脇下にリブの生地切り替えが入っております。はい、で、そして背面が、ジグラットのリフレクタープリントが入っております。はい、で、裏地が、裏毛パイルになっております。はい、はい、裏地に、グラフィックが入った布パッチが貼られております。はい、で、シルエットはワイドシルエットで、ウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで、L サイズを着用しております。はい、こちらも、パイル地なので、真夏以外のオールシーズン、快適に着れるスウェット生地となっております。はい、続いてこちらいきます。商品名フリースジップフーディーです。はい、税込みで 42,900 円でございます。はい、ポリエステル 100% のフリース生地を使用したジップアップフーディーになっております。はい、
フーディーついてます。はい。で、顎下まで、上がるジッパーとなっております。はい。で、左袖、上部にシリコンパッチがついておりまして、両サイドにポケットがついております。はい。ちゃんとポケットの中身もフリースになっております。はい。で、裾には絞りのドローコードがついております。はい。で、背面が、無地じゃねえか。あ、ここに、キャブエンプトの刺繍が入っております。はい。で、一応これ一重なんですが、裏地は、表地よりも機毛感のあるフリースとなっております。はい。で、グラフィックが施された布パッチが貼られております。で、はい、シルエットはワイドシルエットでメイドインジャパンとなっております。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。はい、軽くて、あったかい、フリース生地のジップアップパーカーとなっております。あんまりありそうでない感じのジップアップパーカーとなっております。はい、以上。はい、続いてこちら行きます。商品名 WB タイプノーティスティーです。はい、税込みで8800円となっております。生地はコットン 100% の、プルオーバークルーネックの T シャツとなっております。はい、前身頃と袖に、グラフィックが入っております。 CE と大きくグラフィックが入っております。はい、でシルエットは通常シルエットですね。はい、で背面は、キャブエンプトの文字が両ショルダーに入っております。はい、で、ウォッシュ加工が施されておりましてメイドインジャパンとなっております。はい、身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。はい、通常シルエットになっております。はい、以上。はい、次ソックスですね。はい、ソックス、これ説明いるかな。はい、商品名キャブエンプトソックスのブラックとレッドの2色展開となっております。はい、税込みで、2750円となっております。はい、82% コットン、 16% ナイロン、 1% ポリエステル、 1% ポリウレタンのコットンパイル生地となっております。はい、このようにグラフィックがジャガー通りで入っております。はい、結構肉厚で、裏地がパイル地になってるんで、汗も吸ってくれますし快適な履き心地を提供できます。はい、で、サイズは M サイズが24から26というサイズで、 L サイズが27から29の、2サイズ展開となっております。はい、はい、続いてこちらいきます。はい、商品名ディレクティング CE キャップでございます。税込みで9900円でございます。はい、コットン 100% のフトコーデュロイ生地のキャップとなっております。はい、フトコーデュロイになっております。はい、で、6パネルで、点ボタンがついておりまして、アイレットがついておりまして、このグラフィック部分が刺繍となっております。はい、で、サイズはフリーサイズ調節可能のストラップバッグになっております。はい、ちょっとかぶってみたいと思います。はい、こんな感じで、浅すぎず深すぎず、いい感じの、深さとなっております。はい、続いてこちらいきます。商品名スモールポケットバッグ
です。税込みで 14,300円となっております。はい、生地がポリエステル 100% のコーデュラ生地となっております。はい、だいぶ強いザラザラとした、生地となっております。はい、でポケットが一つついておりまして、まあ、スマホやらタバコやらザクザクと入れていただいて、手前にはちょっとしたものも入れれます。はい、で、シンプルな紐で一応この部分で調節可能となっております。はい、こうやって、使っていただけるとよろしいかと思います。はい、あ、裏がグラフィックが入っております。はい。以上かな。はい。以上、今日は、CE から、新年1月デリバリー、全24アイテムを紹介させていただきました。では、バイバイ。